嘘は嘘であるとか、見抜けるる人ででないいと難ししものがあるでしょうねそれのニュースを聞いたときに、不快感を覚えた自分に驚いた、あですか写像って。とつくのやめてもらっていいですか。それ明らかにゃなって、あなたの感想ですよね。<う>なんかそういうデータあるんですかあそれはでも、そういうふうにしか理解ができない知能の問題バーあ、ごめんなさい。<laughs> <laughs> 先日アメアマプラでウィーニンを主張しました。支援が東鉄さんと驚いたのですが、広草にも関わりが深い世界であらば、食べ物を置いてきてた疑問されたなど含めて何か点がありますね。事件のことはほぼ知らず内容がいまいち難しくてよくありませんでした。IT が疎いので簡単に説明をお願いします。えっと、あの、ビットコインとかが今流行ってると思うんですけど、じゃあなんでビットコインというのが成立してるかっていうと、中央サーバーがないんですよね。 で、じゃあ日本円というのを誰が保証しているかっていうと、日本銀行が保証していて、日本銀行が出してるので、日本円というのをみんな信じましょうと。で、スイカっていうのも、じゃあなんかみんな流行って使ってますけど、あれはじゃあなんで使うかっていうと、みんな JRA とソニーのフェリカを信じてるからなんですよ。なので特定のところを信じてるからそれを使うっていうのが、現代の通貨だったり、電子通貨っていうのがあるんですけど、で、ビットコインっていうのは中央がないんですよね。 中央がないがゆえに逆にコントロールされないよねっていうところで流行ってるってことなんですけど、じゃあその中央がいない状態でコントロールするのってめちゃくちゃ難しくねっていうのを、あの、多分僕が知る限り世界で大規模で自由化した初の例というのがウィニーなんですよ。 あの小規模なもので、あのそこまで役に立たないけど、まあ使われてるよねっていうのだけと、カザワだったりとか、EMX みたいなのもあったりするんですけど、でもその中央集権が全くない状態で、あ JRA は競馬ですね、すみません、JR ね、はい。<laughs> なのであの、JR 東日本とかを信じてるからする方し、すすいい方じゃないです、はい、すみません仮想通貨で使われる非中央集権ネットワークの大規模な実用品を世界に先んじて作って、逮捕されて無罪になったけど死んじゃった金、小勇さんの映画。 ウィニー、金子さんに会った人は、マジで似てる、と評価するけど、世間的には望遠儀で有名な東出正宏さん主演、アマゾン会員無料。っていうので、そこのあの、本来じゃあ中央集権しない形にいくと、データの信用性っていうのが失ってしまうよね。今仮想通貨っていうのも、じゃあ俺がじゃあ1万ビットコイン持ってるぜっていうで、じゃあ他の人なんか、じゃあ死んだ魚用してるおっさんとかが、じゃあ俺2万ビットコイン持ってるぜって言い張ったとして、どっちが正しいかっていうのってわからないじゃないですか。 なので、じゃあ全世界の人が同じように通帳を持っちゃえばいいんじゃねっていうので、みんなが通帳を持ってますと。世界中の人がいくら持ってるかというのを書いてある通帳を持って、例えばじゃあその通帳を10万人が持ってたとしたら、その死んだ魚にした人が、じゃあ俺100万ビットコイン持ってますって言っても、いや、俺の通帳にはそんなの書いてねえよって言ったら、こいつ嘘つきだってわかるじゃないですか。なので、全員が同じデータを持つ、もしくは、 大多数が同じデータを持つということで、何の情報が正しい、この情報は正しくないという鑑定を自動的にやるっていう仕組みで、中央がないにもかかわらずうまく回すっていうのをやったのが、まあ、ウィニーだったり仮想通貨だったりするんですよね。日本政府のセキュリティがガバガバなの日本人は優秀な技術者がいないとか言われますが、ウィニーの金子さんを逮捕したり、検索エンジンを違法にして国内開発をできなくしたり、 エンジニアを使いこなす側の堀エモ門を習慣したりとか、技術者ではなく政治家のせいで,すよでまあ、それができないので、基本的にはな多くの国家の場合は、じゃあ、日札かどうかっていうのを割とその国の政府というものが調べたりして、で、あの通貨の流通量というのを政府があのこうコントロールしたりするんですけど、政府が信用できないと、その国って役に立たないよねっていうので、その通貨っていうのが、紙切れ同然になってしまうと。 なので、あの、ジンバブエっていう国だったりすると、あの、なんか、100億ジンバブエドルみたいなのが10円みたいな、なんかそういう感じになっちゃったりするんですけど、っていうので、その、要は、政府が信用できなかったり、中央銀行が信用できないと、そこの、その通貨自体も価値が下がってしまうんですけど、そのビットコインだったりっていう仮想通貨の場合は、その、そこに関わる全員が、なんとかそこのシステムをこう維持しようとするので、結果的にうまく回るよねっていうのを、まあ、一番最初に作ったのが金子勇さ,さんっていう。 なんですけどあのどうでもいい理由で京都県警に逮捕されてしまってであの映画の中でも触れてなかったんですけど当時のウィニーは技術的にも世界トップレベルだったのにスカイプなど T2P 技術は国外が主流になっちゃいました産業を潰した責任は誰も取らないんでしょうねウィニー開発者無罪確定あの金子勇さんが悪いという形にしたのって。 あの、京都府警が京都府警の流出をやってたからなんですよね。京都府警がそのウィーニー使ってる人がいて、で、そこで流出した情報とかがあったりして、で、これが情報を流出したのって金子さんのせいじゃなくて京都府警のせいだよねっていうのなんですけど、でも金子勇が悪いということで、とりあえず捕まえてウィーニーをなくしてしまえばなかったことになるんじゃねえっていうので、まあ金子さんが捕まり。 で、あの、金子さんをこう裁判に持ってったんですけど、結果としては金子さん無罪になってしまったんですけど、まあ、なんだかんだ言って、その診療が立ったのかわかんないですけど、あの、無罪判決を受けた2年後に金子さんが亡くなってしまうっていう、っていうところで、あの、すごく優秀な人を日本は失ってしまいましたよって話です。で、それの終焉をあの、東出昌宏さんっていう、あの、身長が188センチあるイケメンがやってるんですけど、 で金子さんって、全然イケメンじゃないあの、ちっちゃいおっさんなんですよ、小太りの。<laughs> であの、ちっちゃい小太りのおっさんを東江さんが演じてるんですけど、あの金子さんんにめちゃくちゃゃく似てるんですよねアメリカで企業が成功しやすいのは、天才がいることより、頭のおかしい若手の商品でも発注しちゃう企業や政府の柔軟さと失敗を許す国民性による社会構造の違いが大きいと思っています。 P2P ソフトウィニーの開発者を捕まえる国とファイル共有ソフトナップスターの創業者が大金持ちになる違いですかね。あの似てるの定義がちょっと難しいんですけどあの金子さんの役を演じる東江さんを見た人は割と「あ金子さん似てる」ってみんな言ってるんですよね僕とか男性性とか。でその金子さんのお姉さんがあのお姉さんじゃないか親族の人が。 東出さんに会ったときに、その、あの、イサムにまた会えた気がしました。ありがとうございますって言ったって話があって、やっぱりあれ見ると、あ、金子さんだわって思っちゃうんですよね。あ、ダン先生って誰って言うんますけど、あの、その金子イサムさんが裁判だったときに、その弁護士さんをやった人がダン先生っていう弁護士で、ダン先生もちょっとぽっちゃりしてるんですけど、はい。でね、確かにダン先生のメガネだけは本物なんですよね。 でね、あの、ダン先生、あの、なんか一応そのなんか演技をしたらしいんですけど、なんかね、コンビニの店員役かなんかで人がいなくてやったんですけど、あまりに演技が下手で、そのシーンがカットになったっていう、っていう話がありました。はい、なので今あの、アマゾンプライムで無料で見れるの、あの、アマゾンの会員の人は無料で見れるので、興味があるんだったら、フリーに見ていただけるといいんじゃないかなと思います。 あと全然関係ないですから、あの、東出さんが、あの、山で生活してる YouTube が、今の、えっ、ー、と、登録者数を10万人超えて、結構再生数伸びてるので、もし興味がある人がいたら、あの、東出さんの山の動画とかを見ればいいんじゃないですかね。Amazon 会員だと無料で見られるウィニーですが、うん、主演の東出昌宏さんが第33回日本映画批評家大賞の主演団優勝に選ばれたそうです。山で動物を食べるのは本業ではなかったみたいです。えー 旅中に東出さんとウィニー事件についての話は何かされましたかえっと、金子さんの、ま、あの、その役作りの話をちょこちょこ聞いていて、で、その、まあ、あの、金子さんの実家に行って、で、金子さんがあの、コンピューター大好きだったんで、でも家にいなかったので、その、近所の電気屋さんに行って、ずっとプログラムをするっていうのをやってたらしいんですよ。 で、その家から電気屋さんが1.5キロかななんかそこの道をずっと歩いて、その小学生だが子供の頃にずっと高校を往復して、そのなんかパソコン大好き、プログラム大好きだっていう人だったんだよね、みたいな、その金子さんの人生の後追いをすることで金子さんの人格を自分に宿すみたいなこと言ってて。で、あの、僕そのウィニーの映画のコメントを書いてるんですけど、 で、そのコメントは実は僕が最初に思ったコメントではないんですよ。なんか当たり障れないコメント書いてあるんですけど、あの、ウィニーの映画を見て僕が一番最初に思ったのが、その、東出さんが、あの、金子さん、ウィニーの作者の金子さんを会ったに、会ったことがないにも変わらず、めちゃめちゃ金子さんっぽいんですよ。その、立ち振る舞いとか喋り方とか、そのなんか、あの、癖とか、その、 あの、金子さんの生前の映像ってそんなに残ってないんですよ。うーん、なんですけど、僕は一応金子さんと一応飲んだことあるんですけど、で、あ、本当金子さんっぽいなっていうので、で、それを思ったんですよって話をして、で、そしたらその金子さんの、あの、仲のいい人に、あの、映画を見に行って、あの、金子にもう一度会えた気分になりました。ありがとうございますって言われたっていうのを東出さんが言ってて、 で、あの、それの感想をもらったときに、そのなんか、映画人として、その、まあ、あのいや、役を演じるっていうのをやったんだけど、その、その役を本当に知ってる人から、その、もう一回会えた気になれたっていうのは、すごく嬉しかったって話をしてて、で、お母さん、あ、じゃあお姉さんと一緒に墓参りとかしてんのかなっていう感じの話をしました。はい。ありました。チャンネル登録お願いします。Whose fault? It's our fault or your fault?Whose f a u l t o k o k c h o o s、okay, okay. e